日照丸にも万一の遭難事故などに備えた救命艇がある。救命艇の中に入った。救命艇の中です。40人が乗れるそうです。こちらにはそれぞれのためにシートベルト、それと海面に落ちた時のショックを和らげるための照明。乗組員は26人だが、40人が乗り込むことができる救命艇が船の右側と左側にそれぞれある。事故でどちらに傾いても対応するためだ。中に、こうしたものですね。救難食料と書いてあります。水は救命水と書いてありますね。これミネラルウォーターです。こちらにオイルと書いてあります。燃料の油が入っているところです。なぜかと言いますと、この中にはエンジンが入ってまして、こちらでソーダをして、航行を定めて向かうことができます。救命艇を海上に下ろす時間がない時のために救命いかだもある。イマーションスーツと呼ばれる救命衣の講習会だ。服の上から着る。 This is how you done the immersion suit. Proper procedure. イマーションスーツは浮力があり、着用すると海に落ちても浮いて沈まない。また寒さを防ぐ効果もあり、ライフジャケットよりも救命効果は高い。カメラ持って、自分でカメラ持ってて隠れるわけ。はいはい、あ、それですか。バイバイ、See you. バイバイ、See you. この日は密航者が日照丸船内に隠れていることを想定した捜索訓練も実施された。捜索する乗組員に与えられた時間は20分間。制限時間内に密航者役の山田機関士を見つけることはできるのか。結局制限時間内に見つけることはできなかった。カメパイレッツカメアニメーションパイレッツかおーパイレッツこの辺でこれはキャラッとしてるな。あとこの辺りですね、多分ちょうど俺そこ行ったよな。もうちょっと行った惜しい。もう目の前まで行っとったよ。でも まさかその奥におると思わんもんな。まあ、場所は分かるんですけど想像もつかなかったです逃げ切れましたね。はい、いやちょっと一瞬あの誰か来た時はヒヤッとしましたけどあの結果はですね、まあ、まだまだ訓練が必要なんだなとは思うてるんですね。できるだけ回数を重ねて少しでもまあ全体的なレベルを上げていくようにしていく必要がまだまだあるなというのがまあ今日の感想なんですけど、事故災害は基本的にはあのシチュエーションを選んでくれないんで、どんな状態、特に逆にこういうしけてる状態とかね、そういう時に大体事故とか災害って起こり得るんで、まあ、どういう状態でもできるような、体制できるようなまあ訓練をしていく必要があるということを考えると、まあ、どういう状態でも基本的には定期的にやっていかないといけない。